はい、どうもこんにちは、森本です。今回はダイハツのハイゼットなんですけれども、バッテリーチャージランプが時々点灯するという症状です。そして今現在は点灯していないんですよね。正常な状態です。これをちょっと修理していこうと思います。まずはこの車の車両情報を説明していきます。車ハイゼットで型式が S321V です。で、年式が平成28年6月ですね。で、走行距離が25万4170キロということで、かなり走っている車にはなりますね。で、今現在はバッテリーのチャージランプは点灯していないんですね。まあ今のところ正常ではあると思うんですが、念のためですね、バッテリーの B 端子、これの電圧を測定していきます。で、 B 端子の測定はエンジンをかけた状態で行っていきます。まあ当然ですよね、オルタネーターが作動している状態で B 端子、まあ普通でしたら 14V 以上出力されているんですけれども、ここにテスターを当ててですね、出力電圧を測定していきます。はい、テスターで測定してみたところ 14V 以上出力されていますよね。まあ当然ですよね、バッテリーのチャージランプが点灯していないので正常な値が出ていますね。はい、ここで少しこのダイハツハイゼットのオルタネーターに関してお話をしておこうと思います。まあ構造的なものですね。で、まあすごく簡単に回路図を書いてみたんですけれども、オルタネーターにはいろんな端子が刺さっております。で、この B 端子は先ほど説明しましたよね。バッテリーへですね。オルタネーターから発電した電気をバッテリーへこうやって送るための端子が B 端子です。で、他にも FD、C、IG、L という端子があるんですけれども、IG と L 端子は前の動画、タウン S ノアのオルタネーターの時にお話ししたと思います。L 端子はこうやって辿っていくとライトがありますよね。これがバッテリーのチャージランプになります。で、バッテリーに異常をきたした人、異常があった場合にこの L 端子をアースさせればですね、このライトが点灯するということで、 L 端子は異常を知らせるための端子ですね。で、この IG 端子、これも前説明したと思うんですけれども、これはオルタネーターのローターコイル、あの回転するコイルですね、回転する方のコイルに電気を流して、でそれで電磁石にさせるための端子になります。これが IG 端子です。で、次に見慣れない端子があると思うんですけれども、これですね、 FD 端子と C 端子というものがあります。で、この FD 端子というのはですね、これはもしかしたらメーカーによって呼び方が違うのかもしれません。 F 端子と呼んだり FR 端子と呼んだりすることもあるとは思うんですが、これはですね、オルタネーターのフィールドコイルの通電状態を ECU に伝えていると、こうやって伝えているという端子になります。まあ、つまりオルタネーターの負荷の状態を検出して ECU、 コンピューターですね、コンピューターに伝えているという端子になります。で、この C 端子というのはこの ECU からの信号をオルタネーターに送るための端子になります。で、この FD 端子と C 端子を使ってオルタネーターを制御しているんですね。オルタネーターの発電量を制御しています。で、これなんでそんなことをしているのかと言いますと、これはエンジンとかバッテリーの状況に応じて発電を制御することによってですね、この発電によって発生するエンジンへの負荷ですね、これをまあ最適化させて低燃費化というものを測っています。そのためにこの FD 端子と C 端子というものがあるんですね。なので、役割としては FD 端子でオルタネーターの状態をコンピューターに伝えて、でそのコンピューターがまあ計算をしてですね、オルタネーターに命令するんですね、制御させるために。で、その命令を伝えるのが C 端子ということになります。なので、まあ情報というか流れとしては、こう切ってコンピューターで計算してこう戻すということになりますね。で、各端子の方も測定をしてみました。
イグニッションオンで測定したんですけれども、 L 端子は 12V、 IG 端子も 12V ですね。で、 C 端子は 0V でしたね。で、 FD 端子 12V でした。で、 B 端子はさっき測定しましたよね、エンジンかかった状態で 14V という結果になりました。はい、というわけで測定をしてみたんですけれども、今は正常なわけですよ。異常じゃないんですね。なので僕が測定したのは単純に正常な値を出しているだけなので、だから何という話になってしまうわけなんですね。で、ここからちょっと先に進んでいかなければいけないんですけれども、これが難しいんですね。だって今正常なわけですから、正常なものをいくら点検しても故障と判断することはできません。ただたまにオルタネーターのチャージランプ、これが点灯するということ、そしてオルタネーターのチャージランプが点灯すれば発電ができなくなって車が止まってしまう恐れがあるということ、そしてこの車は配達に使われているんですね。なのでいざ止まってしまうと仕事も止まってしまうということで、かなりダメージが大きいということ、こういった問題点があるんですね。で、このオルタネーター、よく見るとリビルト品だと思うんですよね。純正品ではなさそうです。なのでどこかで一回交換しているんですね。27万キロのうちどこかで。で、どこかで交換したけれども、いつ交換したかがわかりません。ちょっとうちでメンテナンス普段していない車でしたので、ちょっとわからないんですね。で、電装屋さんとも相談したんですけれども、まあおそらくオルタネーターがたまにダメになってしまうんじゃないかという判断に至りました。それはなぜかと言いますと、コンピューターが壊れていたらやっぱり他にも影響が来るんじゃないかと思うんですね。 ECU なのでエンジンのコンピューターです。なのでコンピューターが悪ければ他に影響が出てしまうだろうということ。そしてお客さんの話を聞いてみると、チャージランプが点灯した後アクセルを煽った、まあアイドリング状態で煽ってみるとランプが消えたとおっしゃったんですね。ということはエンジン回転と連動して症状が変化する、つまりエンジン回転と同じように回っているオルタネーターですよね。これがやっぱり影響しているんじゃないかという判断に至りました。というわけで今回はオルタネーターの不良と判断して交換を行っていきます。もちろんですね、こういった経緯はお客さんにも説明してあります。で、このオルタネーターもリビルトで交換してあるんでしょうけれども、使用感はありました。まあ、最近交換したというわけではなさそうなので、オルタネーターの交換で作業を進めていきます。それじゃあオルタネーターの交換を行っていきます。電装品をいじるので、まずはバッテリーのマイナス端子を取り外ししておきます。オルタネーターベルトを取り外ししていきます。下部の固定ボルトと上部の固定ボルト、そしてベルトのアジャスター、これを緩めていきます。ベルトは完全に取り外しする必要はありません。オルタネーターのプーリーから外しておくだけで OK です。ベルトの取り外しができたら、オルタネーターの固定ボルトを完全に抜き取っていきます。オルタネーターの B 端子とカプラーですね、これも当然ですが取り外しを行っていきます。で、ちょっと順番がおかしくなってますが、このエアホース取り外しの際邪魔になりますので抜き取っておきます。取り付けボルトが外れたら、バール等を使ってオルタネーターを抜き取ります。はい、すでに新しいリビルトのオルタネーターが到着しています。で、もともとついていたオルタネーターはすぐ業者に渡してしまったので今手元にないんですが、特に移植するものとかはないですね。で、オルタネーター取り付け部分のスペーサーなんですが、今回はオルタネーター側についていますので押し縮めるという作業は必要ないですね。
そのまま取り付けが可能です。そして新しいオルタネーター取り付けしていくんですが、ハイゼットは見ての通り作業性とてもいいですよね。なので組み付けも特に苦労するところはありません。簡単に作業ができます。はい、というわけでオルタネーターの組み付けが完了しました。じゃあ念のためですね、エンジンをかけて B 端子の出力電圧を測定していきます。はい、B 端子の電圧を測定してみると 14.4V ぐらいですかね。最初に測定した時よりも少し上がっています。まあこの誤差どうなんでしょうかね。あんまり気にしなくていいかもしれませんが、とりあえず正常に出力はしています。はい、というわけで今回はハイゼットのオルタネーターの交換の様子を紹介させていただきました。で、交換したハイゼットなんですけれども、あれから1週間以上経っていますが、全くチャージランプが点灯することなく問題なくですね、走っております。で、ここでちょっとですね、電装品に関してお話ししておこうと思うんですが、よく動画のコメント欄とかでオルタネータースターターは何キロで交換した方がいいですかという質問いただきます。で、これはですね、なかなか何キロで交換してくださいというふうには言えないんですね。なぜかと言いますと、なかなかこの劣化具合の見極めというのが難しいです。例えば僕が今乗っているオッティなんですけれども、もうすぐ30万キロなんですが、オルタネータースターター、1回も交換したことないんですね。まあそろそろやばそうな感じはするんですが、このように30万キロ、全く問題なく持つものもあれば、今回のように30万キロは近いけれども、まあ、少なくとも1回2回は交換することになるという場合もあります。というわけですので、車によって個体差がかなり激しいです。なので一概に交換時期言えないんですね。なのでこれはですね、車屋さんとしっかり相談していただければと思います。結構自分の車走っているから、途中でオルタネーターが壊れてしまって出先で止まってしまう、そういったことは嫌だなと思う方は、予防整備としてあらかじめ壊れる前に交換しておくというのも一つ手だと思いますので、このあたり車屋さんとしっかり相談していただければと思います。はい、というわけで今回の動画以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。